んこんにちは、証券ママです。今日はですね、サバの梅干し煮を作ろうと思います。味噌煮も美味しいんですけれども、暑い夏はさっぱり梅干し煮も美味しいので、ぜひ作ってみてください。それでは材料です。まずサバですね。これは1尾を3枚おろしにしたものです。これを用意してください。それから梅干しですね、梅干しを2個、それから生姜しとかけ、それから調味料の方ですね。調味料の方はまずお酒、砂糖、醤油、それからみりん、それから本だしに、あとはサバに振るお塩ですね。調味料は以上です。それでは作っていきます。まずサバにですね、臭みを取るためにお塩を振ります。もしこうやってこのなんかこの血合いとかこういうものがあるときにはさっと洗ってください。お塩を軽くパラパラパラとします。お塩を軽くしたら、これで10分ほど置いておきます。はい、それでは10分ほど経過したので、この今塩を振ったサバの水分をペーパーで拭いていきます。そしたらこれではちょっと大きいので4等分にしますね。はい、そしたら味が染みるように少し切り込みを入れていきますね。こんな感じに切り込みを入れました。そしたら煮ていきます。それからですね、この生姜ですね、生姜は薄切りにしてください。生姜しとがけ分を薄切りにします。それから梅干しですね、梅干しの種だけ取りますね。種を取ってこれを一緒に煮ていきます。はい、梅干しの種を取りました。はい、それではサバを煮ていきます。まずフライパンにですね、私は今日はフライパンでやります。ちょっと生姜をですね、下の方に数枚入れますね。でサバを入れます。そしたらばフライパンにかぶる、このサバがかぶるぐらいのお水を入れますね。そしたらば先ほどの残りの生姜ですね、これを全部入れちゃいます。それから種を取った梅干しですね、これも入れます。それからお酒ですね、お酒を大さじ2入れます。はい、お酒が大さじ2入りました。それから本だしですね、小さじ1入れます。はい、本だしを小さじ1入れました。そしたら火をつけます。火は中火ぐらいで大丈夫です。これで沸騰するまで待ちます。それから後の醤油とかお砂糖は沸騰してから後から入れていきます。それでは沸騰するまで待ちます。はい、こんな風に沸騰してきました。くれぐれもサバは皮が剥げてしまうので強火で煮ないでください。そしたらですね、こういったアクが出てきますよね。そしたらこのアクを取りますね。
火は中火から弱火にしてください。強火にすると皮が剥げてしまうので弱火から中火ぐらいで煮てください。こうやってアクが出てくるのでアクは取り除きます。こんな感じでだいたいアクが取れたら今度は他の調味料を入れていきます。まずお砂糖ですね。お砂糖を大さじ2入れます。はい、お砂糖が大さじ2入りました。それから醤油も大さじ2入れます。はい、醤油が大さじ2入りました。それからみりんですね。みりんは大さじ1入れます。はい、みりんが大さじ1入りました。はい、そしたらこのまま中火から弱火ぐらいで、で汁気がなくなるまで煮ていきます。それでですね、時々こうやって煮汁をかけながらやってください。落とし蓋をしてもいいんですけれども、私は皮が剥げちゃうのでこうやって煮汁をかけながらこの汁気が少しになるまでこのまま煮て、じっくり煮ていきます。まあ、アクが出てきたら少しこう取ったりしながらじっくり煮てください。じゃあしばらく煮ていきます。はい、こんな感じで20分煮ました。弱火で20分煮ました。もういいと思います。こうやって時々汁をかけながらこのぐらいの汁になるまで煮詰めてください。これでもう出来上がりです。少しこうやって汁を残しておいて盛り付けた時に少しお汁をかけていただきたいと思います。これで出来上がりです。美味しそうにできました。サバの梅干し煮の出来上がりです。こんな感じに美味しそうにできました。味噌にも美味しいけれども夏はさっぱりと梅干しを入れるととっても食欲が湧きます。サバの臭みも取れます。よろしければ作ってみてください。皆さんいつもありがとうございます。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。また遊びに来てくださいね。バイバイ。証券ママでした。